短編映画で学ぶベトナム語会話今回学ぶ映画はまだ言えてないことです本作は7年前に公開されたちょっと切ない青春ラブストーリーでこれまでに400万回近く再生されている人気作品ですおっちょこちょいでだらしない男子大学生の服としっかり者の,のガールフレンドリンの会話を通じて生きたベトナム語を一緒に学んでいきましょう

Ờ, à, không. À, có, có. À, tôi nhất trí, tôi nhất trí. Ông bị điên à? Tôi đang nói là hôm qua tôi bị bố mắng. Ông nhất trí cái gì? Đồ điên. À, ờ, ừ, nhưng tôi không phải là kiểu sẽ dám nói ra mấy câu như thế đâu. Sự Việt Nam Mình thích là mình phải nói luôn. Linh Tôi thích bà từ lâu rồi Ông có nghe tôi nói gì không đấy? À, à không À có, có à, Tôi nhất trí, tôi nhất trí Ông bị điên à? Tôi đang nói là hôm qua tôi bị bố mắng Ông nhất trí cái gì? Đồ điên Nhưng tôi không phải là kiểu sẽ dám nói ra mấy câu như thế đâu. Còn đồ hôn kỳ để Mình thích là mình phải nói luôn. Linh, tôi thích bà từ lâu rồi. ông có nghe tôi nói gì không đấy à, à không à có có um, tôi nhất trí tôi nhất trí ông bị điên à tôi đang nói là hôm qua tôi bị bố mắng ông nhất trí cái gì Đồ điên à ờ ừ, nhưng tôi không phải là kiểu sẽ dám nói ra mấy câu như thế đâu <laughs> Mình thích さあ最初の文ですねで。まず最初のメンテックっていうのは僕は好きだ僕は大好きだって言ってるんですね。僕は大好きだなんて言わなければならない。ルオン、ルオンっていうのはすぐにっていう意味ですね、えー。好きだっていうことをすぐに、えー、言うべきだ言わないといけないんだっていうような意味になりますね。 文末の「ンですね。ローンっていうのはいろんな意味がありますよね。基本的にはいつも何々するっていう時の「ーンですね。それを大抵形容詞や動詞の前に行きます、えー。動詞の後にローンが来ると立て続けに何々するとか引き続き何々するすぐさま何々するという意味であったり、えー、文末の「ーンは「すぐに」という意味。 あるいは何々もっていう時のニュアンスを表すこともできます。ここではすぐにという意味です。僕は好きだっていうことをすぐに言うべきだって言ってるんですね。何リン。リン、に呼びかけてますね。トイティッバー。 ラゾイえす、ー、とまずここで出てくるのがバーっていうのは基本的におばさんとかおばあちゃん的な意味なんですけど面白いことにですね学生さんの間ではよく友達のことをおじさんおばさんなんて言い合ったりするんですねなので、えー、この主人公の彼は彼女に対してバーおばさんって言い方してるんですね よよくあるあの使われる言葉のようですただしですねあの私のベトナム人の友達、まあ、30歳の方なんですけど聞いたらその方は、えー、そういった言い方はしないということなのでこれはあくまでも個人によって違うみたいですね。この「オン・バー」っていうのを使う人もいれば使わない人もいるようです。 またこの文章ではですね親しい間柄の関係なのに遠いっていう語を使ってますよね遠いっていうのはほとんど使われないあまり使わないって聞いたことがあると思うんですけどわざわざここで遠いって言ってるっていうのは改まった感じで言おうとしている時にはベトナム人の方でもついこういう遠いなんて出てくるんですね遠い遠いてば私はあなたが好きです好きなんです 言ってんですねそういう告白の時にはついこの遠いなんて出てきちゃったんでしょうね。で、後半の too l ゥ・ロ joy ですね、えー。だいぶ前から、久しい前からということで、以前から君のことが大好きだったんだっていうことなんですね。大丈夫でしょうか。それでは次確認しましょう。 でここで「ないない」って言ってますね。「ねえちょっとちょっと」って感じで、まあ、ここまでは実は彼の妄想の世界の話だったんですね。で妄想の世界から、えー、呼び戻すために彼女が彼に「ないない」「ねえちょっとちょっと」っていうような感じで言ってますね。ええおんかげ」 ですねオンっていうのはここではあなたね女性から男性に言ってますあんたーー私のこと聞いてるの私の何を聞いてるかというとトイノイジー私が言っている何かを聞いてるのということで私の話ちゃんと聞いてるのっていう意味なんですねで文末のレイっていうのはこれは確認ですね えー「一体全体聞いてるの?」の強,強調をする感じですね。あんた私が話してることをちゃんと聞いてるの一体聞いてるのそういうニュアンスを表すに文末に「デいっていうような、えーえーえー、文末詞を使っていますね。すると,、えー、とこの主人公は答えます。 ああいやいやこうこうあ、はいはいはい、聞いてるよみたいな感じなんですかね。で、次が、トイニャッチ、トイニャッチって言ってますね。このニャッチっていう言葉は同意するとか合意するという意味なんですね。あ僕も同意だよ、同意ど同意するその考えにはっていうような感じで慌てて答えているようなイメージです。これですね。えー また出てきますね。オンビデンア。このデンっていうのがバカですね。あんたバカじゃないのっていうあの感じですね。エヴァンゲリオンのアスカが言ってるような感じですけど。で、トイダンノイラ。私が今言っているのは、本ンコア昨日、昨日、トイビボマンですね。 私がお父さんに叱られたってことなのよって、今私が話題にしてるのは今私が話してるのは昨日お父さんに叱られたってことなのよって言ってますね。で、ここでもお気づきだと思うんですけど、いくら友達関係、親しい関係やっても結構ですね。 遠いっていう言葉を使ってますね。こういうのもあのやはりちょっとこうあの実際にベトナム人と接するとかこういったテレビのドラマや映画を見ないと分かんないですよね。意外と遠いっていう言葉は使われてますね。ビモマン、オンジャチがいい。これですね。えー、アンニャッージャチがいいですね。ジャチというのは同意するでしたね。あんた何に同意するって言ってるのよ。 っていうことですね話が通じてないわよみたいなニュアンスですね<ン>ドド。また出てきましたね。このバカとかバカっていう感じでこの「ド」っていうのは、えー、日本語で言うと「 バカ者って言い方ありますね。ものって。そういうモノ人を指すものっていう時のニュアンスがこのドーニャンですね。ドーディーンバカ者っていうことで、まあ日本語に訳す時はバカとかこのバカぐらいでいいと思います。うん、で、この男の子が心の中でつぶやいてるんですね。あうですね。ああ、なんていうか、にん。 えー、っていうかさーってね。にゅんっていうのはでもしかしいですけど、っていうかーぐらいの意味ですね。と、えー、イファイラー、私は何なん,なんでない。何でないかというと、ケアウ。ケアウっていうのはタイプですね。私はタイプじゃない。そんなタイプじゃないって言ってるんですね。どんなタイプかっていうと、2行目に説明があります。せえ、ザンノイザー。 ですね、ザんっていうのはあえて言うあえて何々するわざわざ何々するっていう意味ですノイザーノイはあの言,い言い出すですね、まあ、言い出すとか口に出す何をかというと毎回ですね、まあ、文章とか、えー、言葉、えー、セリフそんなニュアンスですね、えー、私はそんなことを言,う言い出すような あえて言い出すようなタイプの人間ではないって言ってんですね、どんなことかというと、ヌー、ニューテーって言ってますね。ニューテー、そんなこと、そのようなこと。ここで言うそのようなことっていうのは、このドラマの最初に出てきた、あの私は好きだっていう表明ですね。私は好きだっていうような、そういった言葉をわざわざ口にするようなタイプの人間ではないって言ってるんですね。 でで文末のダですねこのダウというのは、えー、1行目の「本」という否定形があると思うんですけど「本」と「ダウ」はくっついて、えー、否定を強調する働きがあるんですね。なので全体としては「ああん何て言うか俺って私ってそんなタイプの人間じゃないんだよね。つまり えー、そういったことそういった言葉をわざわざ口にするような人間じゃないんだよねって言ってそれでは、ですねこれらのようなことを踏まえて、えー、最後に日本語訳付きでもう一度確認してみてください。<laughs> 最後にもう一度日本語訳付きで内容を確認しましょう。 Linh Tôi thích bà từ lâu rồi Ông có nghe tôi nói gì không đấy? À, à không À có, có à, Tôi nhất trí, tôi nhất trí Ông bị điên à? Tôi đang nói là hôm qua tôi bị bố mắng Ông nhất trí cái gì? Đồ điên ああ。お疲れ様でした。今回のレッスンは以上となります。また次回の番組でお会いしましょう。